オリーブオリーブオリーブ、誰一人置いては行かない。新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。本日1月1日元旦、お正月ということで、一応着物でやらせていただいたらと思います。今年の抱負をですね、昨年の年末からやった行く年来る年のライブ動画でも述べさせていただいたんですけれども、今年一番力を入れたいのは、実は都知事選もあります。それも大事だと思っていますが、今オリーブの木では候補者の公募を行ってきました。選挙に出てくれる人の公募ということですね。その候補者の公募からですね、具体的に選挙に立候補する予定で、党が公認を出す第1期生のメンバーが今決まりつつあります。昨日の夜の動画でですね、私黒川敦彦代表秘書のですね、スーザンこと須崎君を、10分ほど紹介させていただいたんですけれども、他に2名、今決定しております。このオリーブの木第1期生がですね、育っていくことがこのオリーブの木にとって何より大事だと思っております。すべての組織の原動力は人であります。人が育っていくということは本当に難しい問題だと思います。でも私たちオリーブの木でですね、今のコアメンバー全力でですね、新しく一緒にやってくださる皆さんと一緒に成長していけたらと思います。ぜひご視聴されている皆さんも本年も引き続き応援いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。それでは今日も始まりました、黒川敦彦のオリーブの木チャンネル。今日のテーマは改めて911事件を検証しますでございます。はい、911同時多発テロ事件と、もう19年も前になってしまいます。2001年9月11日に起こったですね、イスラム過激派テロ組織アルカイダによる、主に4つのテロ攻撃が同時に行われたということの総称でございます。死者は2996名、負傷者は6000名以上。これはアメリカで起こったことですが、インフラ等への物理的損害による被害額は最低でも10兆円を超えていたというふうに報告がされています。これですね、うちのチャンネルを見ていただいている方はご存知の方も多いと思うんですが、知らない方はですね、911テロというのはアメリカの自作自演であると、考えた方がいいという考え方があります。私もそのように思っています。そもそもですね、過去にアメリカがやってきた、いろいろ、軍事的な側面においての自作自演行為、例えば日本が、真珠湾攻撃、パールハーバーを攻撃するに至ってですね、事前に、暗号が解読されていたり、そもそもパールハーバーを攻めるように持っていかれたりというようなですね、うまいといえばうまいんですが、彼らはいろんな CIA とか諜報機関も使ってですね、そのような軍事的な行動をしているんですが、パールハーバーも攻撃するように仕掛けられたのではないかという説があったり、これははっきりしています。ベトナム戦争が開戦に至るですね、トンキン湾事件という攻撃に関してはですね、はっきりとアメリカが自作自演で攻撃をして、その攻撃をもとに戦争が始まるということをやったと。つまりトンキン湾事件と同じようなことだと911テロ事件を考えればですね、そういうことをやりかねない、国家であるということなんですね。この911自作自演なんていうとですね、昔は陰謀論だと言われたんですけれども、最近ですね、多分そう言われることも少なくなっていると思います。いろんな人がですね、勇気を持って情報発信をしてきた結果ですね、どうもおかしいぞということが、はっきりと分かってきたわけです。しかしですね、各国の政治関係者においてはですね、この911自作自演ということに関して公式に発言する人が基本的にほとんどおりません。後に述べますが、そもそもトランプ大統領は大統領選挙の時にですね、911事件を
私が当選したらその内情を暴露すると彼ははっきり言ったんですけれども、当選した後911については全く喋らなくなってしまったと、やはり闇が深い事件なんです。この911自作自演があり得るかということを前提で考えるかどうかでですね、全く世の中を見る見方が変わってくるということなんです。私どものオリーブの木チャンネルをもってですね、陰謀論チャンネルだと、まあ、言っていただくことも多いんですが、大変僭越なんですけれども、例えばロスチャイルドとかって言ってもですね、ロスチャイルド銀行普通にある銀行です。陰謀というかですね、要するに自分たちの既得権益を守るために嘘をついていると、まあ、そういう単純な話なんですね。それをどの規模で見ていくかということなだけなんです。この911がですね、自作自演だとするとですね、つまり、まず一つ CIA などをですね、意のままに操れる資本家がいるということになるんです。これを僕たちは国際金融資本とかと言っていたりしますし、最近では、まあ、保守系の論者の方もディープステートと、よく言われるこいつですね。もう一つにおいてはですね、このエスタブリッシュメントと言われる世界の中枢にいる、そうですね、人数でいうとどんなもんですかね、数百人ぐらいだと思います。本当に強い力を持っている人たちは数百人ぐらいだと思います。この数百人の人たちはですね、自作自演行為によって数千人のアメリカ人およびそれに関係した人たちが死ぬなんていうことは何とも思っていない人出なしだということなんです。この前提で世の中を見るかどうかでですね、全然変わってくると。僕はまあ911テロではなくですね、まあリーマンショックを見てですね、金融業界があまりにとんでもないひどいことをやってるということに、まあようやく気づきまして、それから金融業界から足を洗い政治運動を始めるに至ったんですが、世の中をどう見るかなんです。この後に及んでもですね、資本主義社会とか、今社会を運営しているまあ、日本でいうと自民党とか経団連とかがまともなことをやっていると思って生きる方がですね、もはやおかしいです。彼らは世の中人のためのこと全く考えずに自分たちの既得権益のためのみに生きているということなんです。この世界の支配者、国際金融資本家たちは人類の幸福など1ミリも考えていません。自分たちの既得権益を守ることを考えるクズです。そのクズにですね、対米隷属している今の自民党、安倍政権、経団連、そのクズ以下の存在だということなんです。残念ながらそんな人たちに社会の運営を任していても私たちは幸せになれないということでですね、僕もリーマンショックを機に、金融業界今の資本主義から足を洗ってですね、政治運動を始めましたということなんです。そして、今回の、911事件についてですね、多分これ知らない人多いと思うんですけど、アメリカでは通称サウジ法案という法案が通っています。2016年9月、これはテロ支援者制裁法という名前なんですが、米国議会で可決しています。これは911の実行犯のうち19人中15人がサウジアラビア人だったと、たまたまサウジアラビア人だったということでですね、まあ、たまたまじゃないだろうということで、同法に基づき多数の911、事件の遺族の方がサウジアラビア政府に損害賠償を訴える請求を起こし、今も係争が続いています。つまりこれはですね、アメリカの議会は少なくとも911に対してサウジアラビアの国家的関与があるということを議会が認識しているということなんです。これだけでも大きい話ですよね。911事件をサウジが国家的に支援をしていたとしたらですね、これは大きな問題なんですが、国際金融資本に支配されるマスメディアはこのような話は全く報道していません。情けない。その911事件に関してですね、数限りなくあった不可解な点について改めてその大きな点を皆さんにご紹介していきたいと思います。はい。僕が一番分かりやすいなと一押ししたいのはですね、このワールドトレードセンター第7ビルというのがあるんですが、ここ WTC7 はですね、
倒壊前に BBC がフライング報道をすると、ここの写真にあります、第7ビルが倒壊しましたって BBC が報道した時にですね、第7ビルはまだあったと何を見て報道したんだとお前らということなんですが、まあ、要するに事前にシナリオがルフされているんでしょということで、大騒ぎになったわけですが、明らかに、第7ビルが、倒壊していないのが見えている状態で第7ビルが倒壊しましたと BBC がフライング報道し、その後実際に第7ビルが倒壊するわけです。どういうことですかね。しかもこの第7ビルにはですね、飛行機は衝突していません。アメリカ政府が調査依頼をした、NIST によるとですね、第7ビルは、完全崩壊の主因はですね、制御不能状態に陥った火災が原因であるというふうに言ったんですが、火災でビルが全壊することはないぞと、建築家たちは、それを問題にしました。そして例えば、アメリカ建築家協会は、WTC7 が崩壊する様子を解析し、ビルが 6.5 秒ほどでですね、倒壊したんですが、これは地上190メートルのビルの頂上から物を落とすとですね、空気抵抗がなければ 6.2 秒で地面に到達しますと、つまり、第7ビルはですね、ほぼ自由落下、物が落ちるスピードで倒壊しましたということなんです。これは、まあ、自然に崩れるという時にですね、こんなスピードでは崩れませんということで、爆破による制御倒壊ではないかということが推測された。で、大きくこのあたりはですね、実際にシミュレーションモデルを作ってやってみるような研究者の方たちもいっぱいいました、10年ぐらい前は、という大騒ぎになり、実際にですね、後に、これはイラン・イスラム共和国放送、サイト名でいうとパーズトゥデイというところとか、その他のネットメディアおよび、海外のメディアが報道したのですが、余命数週間になった CIA の元局員だったマルコム・ハワード氏は第7ビルの爆破をしましたと、暴露したと、実際に爆破したんだという人が現れてきてしまったということなんです。しかもこれを報道しているのが、イランの放送局だったりすると、つまり西側の放送局はこんなことは、まあ、口が裂けても言えないわけですけれども、まあ、漏れ聞こえてくることによってですね、ああやっぱり爆破したんだなということをですね、まあ、強くみんな思っているわけです。しかもこの第7ビルの所有者ですね、ユダヤ系アメリカ人のラリー・シルバースタイン氏という方が所有者なんですが、彼はテロの6週間前にですね、このワールドトレードセンター全域を99年のリース契約を締結し、なんだかタイミングよくテロ特約保険をしこたまかけました。その結果テロによりですね、保険金が8000億円ほど、ラリー氏に入っていくわけですが、なんだか知っていたんでしょということなんですね。しかもこのなんで第7ビルを爆破したかということで言うとですね、そこにはソロモンブラザーズの本部と証券取引委員会 SEC が入っておりですね、捜査中の事案およびですね、消えてほしい有価証券契約書がしこたまあったので爆破したのではないかという見方があります。そのような曰くつきの第7ビル事件と。第2番目にこれ分かりやすいなと思うのがですね、これペンタゴンにも飛行機が突入していくわけですが、これペンタゴンに突入したそのペンタゴンの様子とですね、その飛行機の大きさを CG で合成するとこうなりますっていうのをですね、世界中のいろんな人が挙げたことがありました。つまりですね、飛行機が突入したとしてはですね、ペンタゴンの穴が小さすぎるということで、騒ぎになったんですが、その後ですね、ペンタゴン周辺の監視カメラからですね、どうもこれ飛行機ではない物体が飛んできて爆発しているよということがですね、分かる映像が出てきてしまいですね、いろいろな専門家が見た結果でもですね、これは飛行機じゃなくてミサイルだねと言われてしまったと。具体的にはペンタゴン監視カメラというようなキーワードで YouTube を検索していただいたら、その実際の監視カメラの映像がたくさん出てきますので、ご興味持った方は見てみてください。はい。
そしてこのワールドトレードセンターの建設はですね、そもそもデビッド・ロックフェラー氏によって開発されたプロジェクトでございます。諸悪の根源の一人ロックフェラー氏が、主導したプロジェクトでありますが、もともとですね、1945年7月28日にエンパイアステートビルにですね、飛行機が突入して、衝突したことを受けてですね、安全に作ろうということで鋼鉄製で設計をされたビルなんです。ということで飛行機が当たっても基本的には倒壊しないように作られていたビルのはずなのですが、はい、WTC の、1ビル2ビルもですね、飛行機の衝突後砂のように崩れ落ちたということで、WTC7 第7ビルと同じくですね、爆破による制御倒壊が強くこちらも疑われているわけでございます。その、WTC のですね、設備をですね、ブッシュ大統領の弟の会社が、管理を請け負っていたということで、このテロのですね、直前に、ストラテセック社、当時の名前はセキュラコム社がですね、WTC の1ビル2ビルを、テロの直前に点検工事をしていました。その後、まあ、爆弾で爆発したようにビルが倒れていくわけですが、ブッシュ家がやったんだろうって、アメリカというか世界中で多くの人が思っています。後ほど、まあ、ご説明いたしますが、ブッシュ家というとですね、米国最悪の戦争家一家でございます。はい。なぜですね、このアメリカは911自作自演を行うに至ったかということなんですが、アメリカはですね、米ソ冷戦が終わりですね、とにかく戦争屋の皆さんは戦争をしないと売り上げにならないということで、戦争の火種を作りたかったんですね。で、国家間の戦争というのはもうなかなか難しいと、みんな賢くなったので、戦争なんかね、誰もしたくないんです。戦争をしたい人たちが無理やり戦争をでっち上げていたというのがここ200年ぐらいの戦争なんです。ということで国家間の戦争は難しいぞということで考えたのがテロとの戦争と、まあ、最近よく聞くテロとの戦争という新しいキーワードをぶち上げるためにですね、911をやったんだろうという見方がまあ正しいんじゃなかろうかなと思います。そのテロとの戦争の号令のもとにですね、アメリカ合衆国と有志連合はアルカイダやアルカイダに支援を行った国への報復を宣言、軍事行動に出ます。まず起こったのがアフガニスタン戦争、そして最悪の、結果に陥ったイラク戦争にまでつながっていくわけです。イラク戦争では本当に何百万人の人が死んだ可能性があるというふうに言われています。アメリカはすごく過小評価した何万人だったかな、まあ、10万人とか20万人という数字を出していますが、イラク戦争で死んだ人は100万人を超えるのではないかと言われるぐらい悲惨な戦争に至っていくわけです。そして今も中東各地ではですね、戦争が止まりません。そのスタートがですね、911テロとの戦争という号令だったんです。お前らがテロリストだよっていう話なんですね。アメリカとかサウジとかイスラエルとか、また後ほど説明いたします。この911テロ直後のですね、たった6週間後にですね、愛国者法なる法律が制定いたしました。ブッシュ大統領は今後この国の優先事項は治安と国家機密漏洩防止、テロリスト予備軍を見つけ出すために政府は責任を持って全米の隅々まで監視するということでですね、国内で交わされる全通信に対して当局による盗聴が合法化され、民間人たちの、通信まで合法的にバンバン傍受されるようになってしまいました。まあ、その昔からやっているんですが、もう明らかにテロとの云々と言えばですね、何でもかんでも傍受できてしまうと、盗聴できてしまうというひどい世の中になったわけです。さらにオバマ政権下ではですね、7万以上のブログが政府によって閉鎖されました。この911テロ事件のことをですね、世界中でいろんな人がおかしいおかしいと書きまくったわけなんですけれども、そういうブログがバンバンと閉鎖されていきます。ちなみにオバマ大統領は元大統領はノーベル平和賞を受賞したわけですが、彼は
他国に毎年2万発以上の爆弾をお見舞いしてきたという人間でございますが、その人間がノーベル平和賞というのはですね、ブラックジョーク甚だしいわけですが、まあ要するに国際金融資本家の方たちの、手先でございますので、ノーベル賞を受賞したということですね。そしてですね、少しちょっと飛ぶんですが、アルカイダが911テロを起こしたということなんですけれども、その皆さんもアルカイダ以上に最近よく耳にしてきたイスラム国という、テロ組織があるわけですが、イスラム国はそもそもアルカイダのメンバーが作ったということに、歴史上なっているわけですが、このイスラム国に対してですね、ヒラリー・クリントン氏、元大統領候補のですね、ヒラリー・クリントン氏の、メールが暴露されたと、流出されたという中にですね、書いてあること、ここの赤い部分を読んでください。非合法の支援資金支援を行っているカタールとサウジアラビア政府に圧力をかけるためにうんぬんと書かれてあるんですが、つまりイスラム国に、サウジアラビアが、資金援助を行っているよということが、ヒラリー氏のメールに書かれていたわけですが、これはまあ大きな問題になりました。それを暴露したのはウキリークスという、知ってる方も多いとは思うんですけれども、もっとですね、この後に、この次に言いましょう。このウィキリークスのですね、ジュリア・アサンジ氏という、創業者の方はですね、天才ハッカーだったわけですけれども、ハッキングによってですね、政府から情報を得て、それを、独自サイトによって世界中に暴露するというですね、暴露サイトを運営し、ヒラリー・クリントン氏なんかを叩きまくったわけなんですけれども、そのヒラリー・クリントン氏はですね、このアサンジ氏が鬱陶しすぎてですね、アサンジ氏を何らかの方法で暗殺できないかと、コメントしたという内容が残っている。リアルにそう言ったんでしょうが、そういうウィキリークスというところがあるんですが、しかしながらですね、このウィキリークスのジュリア・アサンジでさえもですね、彼が言うには、私は人々が911ありもしない陰謀によって惑わされていることにイライラしていますというわけです。つまり、アサンジ氏は911は陰謀でも何でもないと、普通のテロ事件だというわけですが、これに関しては僕は全く賛同できないと。真相暴露が売りだったですね、ウィキリークスも911の真相については圧力がかかっているのか何も言えないと。やはりウィキリークスもですね、スポンサーもまた国際金融資本なのではないかと。ヒラリーを叩いたのはですね、トランプをもしかすると、当選させるがため、もしくは単純に敵対していた陣営がヒラリーを叩いた、そのためにアサンジにお金を渡した、そういう可能性はあるなと。ジュリア・アサンジだから、なんというか、ヒーローで人類を救うために頑張っているということでもやっぱりなかったのかなと。アサンジ嫌いではなかったんですが、911のことについては本当に残念だなと思います。そしてですね、この911に関して、トランプ大統領ですね、いろんな発言をというか相当アグレッシブな発言をもともとしています。例えば2015年12月15日に、開催された共和党予備選挙のですね、候補者ディベートにおいて、彼は2001年911同時多発テロ事件の当日、当時の大統領であったジョージ・ブッシュが米国にいたビンラディン一族を秘密に国外に逃亡させたということを暴露しましたと。これまで陰謀論とされてきたブッシュ家とビンラディン一族の関係を明らかにし、それをはっきり伝えたわけですが、彼はいろんな情報ソースというか、独自の情報ソースによりですね、それを暴露したわけですけれども、大統領になった人間が言ったと、このことを言ったということはですね、非常に意味があるというか大きい話なわけですね。実際に、このブッシュ家とラディン家ということなんですけれども、投資会社カーライルという会社がありますが、そこのですね、ウサマ・ビン・ラディン、この911テロの首謀者と言われるウサマ・ビン・ラディンの父ムハンマド・ビン・ラディン氏はですね、
元アメリカ大統領のジョージ、ブッシュ氏とともにですね、カーライル投資グループの大口投資家であり役員だったと、つまりラディン家とブッシュ家はむちゃくちゃ仲良しだったということなんですね。そのブッシュとラディンがですね、ブッシュは911の直後、全米の空港が閉鎖された中でですね、大統領専用機でビンラディン一族を国外に逃がしたと。まあこれをズブズブというか自作自演と言わずに何になるんだということなんですけれども、まあかつですね、このウサマ・ビンラディンはそもそも CIA のエージェントというかアメリカのエージェントであったという見方が強くありますし、まあ、それは置いておいてもですね、ブッシュ家とラディン家はズブズブであったということでですね、この911アメリカの自作自演ということが、まあ決定的じゃないかと言われるになったわけですけれども、しかしですね、そのトランプもですね、大統領選挙中散々当選したら911の真相を暴露すると言いまくったわけなんですけれども、当選後911について全く口にしなくなりましたと。はい。まあこれはですね、このなんとなくみんながそう思ってるということなんですけれども、911の自作自演を公にするということはですね、これやっぱアメリカの終わりだと。確かにそうですよね。こんな非人道的なことをですね、当時の大統領含め中枢メンバーがやったと。そんな国だとするとですね、やはりまあ国際的な責任追及は免れないということになりますよね。ということで、トランプも国際金融資本の手先であることにやはり変わりなしというふうに思うわけです。まあこれは何度もうちのチャンネルで言ってきていますが、トランプを救世主扱いする人もいるんですが、僕はそれは違うぞというふうに思っています。なぜならばトランプの最大のスポンサーはカジノ王シェルドン・アデルソンですが、彼はシオニスト、ユダヤ原理主義の方ですね。トランプの娘イバンカの婿クシュナーはイスラエルの、元首相ネタニヤフと親戚のような関係のユダヤ人であって、娘イバンカも主ユダヤ教にすでに改宗しています。トランプ氏自身もユダヤ教に改宗したという情報があります。多分そうっぽいです。しかもトランプ氏はイスラエルの首都をテルアビブからエルサレムに移すということを公言し、ユダヤ教正統派のハバット・ルバビッチの人たちともですね、かなり懇意であるということで、まあトランプ氏はシオニストだと言って、これまあ差し支えないというか間違いないわけですけれども、なので、トランプをしてですね、世界の救世主だというのはやはり違うなという見方でございます。この数十年ですね、まあこのテロとの戦いということをメインにしてですね、中東情勢をめちゃくちゃにしてきたのはですね、アメリカ、サウジアラビア、イスラエル、この3カ国なわけです。アメリカ、サウジ、イスラエルのスポンサーはですね、国際金融資本、いわゆる戦争屋でございますが、その中枢にいるのがシオニスト、ユダヤ原理主義の人たちです。その中枢にいるのがロスチャイルドたちだということでですね、まあよくシオニスト、ロスチャイルド、ユダヤ資本というのがセットで出てくるわけですが、まあこのような構造になっています。こちらは、過去の動画、イスラエルのグレ、動画でですね、出しましたが、イーノンプランというプランがあります。計画があります。これは、中東分割案という流れなんですが、アメリカの新世紀プロジェクト PNAC がですね、主導しているということに表向きはなっているんですけれども、この計画自身を決めているのはイスラエル。1982年にイーノンプランというのが作成されました。それがアメリカと連動して動いています。中東分割案というのを彼らは戦略として持っているんですが、これはどういうことかというと、アラブ諸国を小さく弱い国家に分断し、政権担当能力を低くすることによってですね、EU のように中東をイスラエル中心に人々をまとめていくという案を持っています。これをグレーターイスラエル構想と言います。残念ながらこの通りに今までは動いてきてしまっていました。これがグレーターイスラエル計画。元のこの赤い部分がイスラエルですけれども、グレーターイスラエル、これは
恐ろしいことに戦争をして領土を広げようという計画をこの近代において持ってるということなんです。軍事侵略をして、領土を広げてしまおうとイスラエルは言っているわけです。実際にシリアのゴラン高原を攻めて、占領して、領土を得てしまっているわけですが、それをアメリカも認めたり、今そんなことが未だに起こっているわけです。まあおかしいんですけれども、このグレーターイスラエル構想に関してですね、ウェスリー・クラーク氏という元米軍の将軍が暴露している、話があります。彼が教わったことというとですね、ここに書いているアフガニスタン、イラク、シリア、レバノン、リビア、ソマリア、スーダン、イランに戦争を仕掛けて、ボコボコにするというふうにアメリカが計画を持っていたんです。実際にその通りになってしまいました。で、このアフガニスタン、一発目に始まっている911でテロとの戦いって言って始まったですね、アフガニスタン、侵攻からですね、本当にここに名前が挙がっている国全部をアメリカは攻め滅ぼしました。今唯一残っているのがイランだということなんです。でそのイランを、サウジとアメリカとイスラエルが攻めようとしていたがいるが、うまくいかないという状況になっています。これがまさにイーノンプランに書かれていたことなんです。この通りになってしまっています。なぜかというとですね、まあイスラムイスあすいませんユダヤ原理主義の人たちというのはですね、聖地エルサレム周辺にですね、要するにグレーターイスラエル、自分たちの国家を広く打ち立てようということなわけですが、その聖地エルサレム周辺をまず混乱させるためにですね、米国サウジイスラエルはテロを組織し育成し、なんならそれに対して自分たちで911をでっち上げてですね、テロとの戦争って言って、各国を滅ぼしに行きましたと。しかしその悪事がバレつつあります。中東ではですね、アルカイダのことをですね、いやアメリカが作ったんだろって今有識者はほぼみんな言っている事態になってしまっているようです。そのように自分たちの悪事がバレてきてしまいましたので、今まで調子が良かったイスラエルにおいてもですね、首相ネタニヤフはですね、失脚してしまいました。そう簡単にいかないという現状があるんです。時代は変わりつつあります。まあ、イスラエル、サウジ、アメリカとかがやっていたですね、この数十年にわたる悪事がですね、まあ、インターネットの力などもあり世界中にバレつつあります。本当はイランに軍事侵攻をしたかったんですが、イランをどんなにつついてもですね、世界中のメディアがいやイランが悪いんじゃなくてそれはアメリカの自作自演でしょみたいなことをもう書かれるようになってしまいました。ということで、中東で戦争することは難しくなっています。これは素晴らしいことです。つまり時代は変わりつつあると。国民が賢くなればですね、国際金融資本の茶番をひっくり返すことはできるということなんです。しかしですね、911のような、自作自演ができる、そのような巨大な力はそう簡単には倒れないということで、まさに今、資本と民の最終戦争が起こっているということなんです。私たちは別に、戦争でもって資本家を倒すわけではありません。私たちは真実を発信するそのペンの力、情報発信の力でもってですね、みんなで今の腐り切ったですね、自分たちのことしか考えない資本家の、行動を改めてもらう、民のためにお金が回っていくいい社会を作りたいというふうに思って、私たちオリーブの木は政治運動をしております。それが私たちが言う対米自立反グローバリズムの、政治でございます。今年も変わらずですね、対米自立反グローバリズム、皆さんと一緒に実現していければと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。今オリーブの木では動画制作スタッフ、学生インターン、選挙に出てくれる候補者の公募を行っています。公募情報を動画の最後に挟み込んでおります。コメント欄の一番上にも書いておりますので、ご確認の上ぜひ応募ください。本年もどうぞよろしくお願いいたします。なんだってできるのさ、ピープルパワーで、黒川敦彦でございました。オリーブオリーブオリーブ、誰一人置いては行かない。
明るい未来を作りましょう。一緒にやっていきましょう。